たい焼きのイベントっていつまであるんですか？たい焼きがいっぱい来る。カタカナのタカさん、ズーミンさん、カビ、サリオさん、カビ、ありがとう。夏みかんさん、お疲れ、ありがとう。ウミガメさん、カビ、ありがとう。ジャボテンさん、お疲れ、ありがとう。6月18日、お、父の日までですね。なんかさ、髪の毛切りたくなっちゃったんだよね。もうなんか飽きた、なんかええことアーシャー変わったばっかりだけどさ、なんか切りたくて、今前ちょっとさ、ちょっと前このぐらいだったじゃん。このぐらいにしたいんですよ。この髪の毛をちょっと T シャツの中に入れるね。なんかね、美容室この間行ったんですけど、別に長さを変えるつもりなくて、てか勝手に長さ変えたら怒られるので、そんな気分でできないんですけど、お仕事の兼ね合い、なんかよくわかんないけどあるらしく、怒られるんですけど、簡単に短くしたらこのぐらいにしたい。そうそう、昇格ツアーの時ぐらい。そう、グッズとか、あとなんかその先にいろいろ考えてあるお仕事とかの都合であるらしい、短くしちゃダメとか、あとこう見せたい、あなたはこう見せた方がいいでしょうっていうイメージもあるらしく、まあ別に切ってもいいよって言われるかもしれないけど、なんかこのぐらいがいいな、今気分的に。ていうかね、髪の毛これぐらいにするんだったら、もう髪の毛の色も変えたい。このぐらいするんだったらもうね、髪色も変えたいですね。髪の毛の色も茶色にしたい。ちょっと栗色。髪の毛の色は変えてはダメです。地毛って言われる。でもさ、在籍中にさ、髪色をさ、いきなりバッて変えたらさ、どうなるんだろう。それかめっちゃ徐々になんか変えていく。もう黒髪飽きた。
たまに来るんですよね、黒髪秋木が。黒髪秋木、愛子島はそうですね、あんまり暗い色よりねちょっと明るい色の方がね似合うんですよね。ちょい茶色にする方が似合うんだよね。ちょっとさ一回さ茶色に染めてみようかな。でさなんか何か言われたらもうそれは戻すけど、その時はもう戻すけどさ、なんか言われたらさ戻せばいいからさ、ちょっと一回染めてみようかな。クビにされないよね。クビに分からん。クビにされるかもしれん。茶色にしたら。クビにはされないかもしれないけど。どこまでやったらさクビにされるかな。クビを目指してるわけじゃないけど、謹慎処分。再販来たので9枚目最後。あ、そうなんですよ。再販が9枚目最後なので、ぜひ皆さん遊びに来てください。遊びに来てください。まあ私がねこうやってチャレンジしようとしてることはほとんど実行しないので、皆さんあんまり心配しないでください。なんで茶髪にしたら坊主にして謝罪しないといけないの。意味わかんない。まずはトゥデイオブジアンド、おめでとう。私こんなに
お、個人メール来ましたか？個人メール。おやすみメール送りました。25日の花田で、おお、どうでしたか、皆さんどうでしたか。ラスーさん、大気ありがとう。夜当選、おお、エリは初めて行きます。おお、そうなんですよ、4日も私は出演します。よろしくお願いします。前髪は本当に浮き上がってくる。さっきまでここら辺にいたから、こうやって抑えないと話し会の再販を申し込んでくれてありがとう。ありがとう、キー。うん、スイパラさんとのコラボが決まったんですよ。決まりました。7月1日からです。私も行こうと思います。楽しみ、嬉しい、やった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 、ちょっと嬉しいお知らせがいっぱいですね。7月4日の公演に出ます。それから、スイパラさんとのコラボメニューが発表されます。7月1日からコラボスタートです。メニューがもうね、考えてます。はい、メニューの名前も楽しみだね。ありがとう、一緒に楽しもうとしてくれて。てかさ、配信でさ、どうしようみたいなこと言ってたじゃないですか。配信中にさ、アンケート取ったじゃないですか。王道か可愛いかみたいな面白いかみたいなあのセイパラさんのことだったんですけどそう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 、
そうそうそう、それのことだったんですけど、うんうんうん、かわいいやつにしましたので、皆さん何がかわいいか、またそれもね、わかるので、はい、ちゃんと答え合わせしましたよ。絶対みんな言ってくださいね。絶対に絶対に約束だよ。私ね、でもね、行ったことないんですよね、スイパラ。そう、でもね、なんか、なんかファンのみんなが行って、あんまりかわいいって言ったけど、なんか そこまで頼んで気まずくなるようなものはにはしてない、私は。なので安心してください。ピーチャムチャム最高だろうよ、いつもの笑顔で、ハッピーチャムチャム最高。おじさんでも大丈夫でしょうか。大丈夫なんじゃない。クアトラでライブある日みんな行きそう。ああ、確かに行きそう。この前推しの子のコラボでスイパラ行った。あー、やってたね。期間中はおじさんだらけになるでしょう。まあ年齢とかは関係ないんじゃない。お兄さんだよ、お兄ちゃん。お兄さん、お兄さん、生まれた朝に買ってきた時計さん、帽子。夏って感じ。でもね、これかぶってたらさ、なんかさ、STU のスタッフさんにさ、あ、これサウナでかぶるサウナ帽、サウナ帽みたいな聞かれて、いや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 、サウナ帽、サウナ帽をさ日常使いしないんだけどっていう。これ全然高くないです。これなっちゃんと遊びに行った時に買いました。なんか見つけて買っちった。
これはね、3000いくらだった気がします。3980円くらい多分。4000円ぐらいでした。怖い。これもバキ派ですね。これはちょっと高かった。これは3000とかじゃなくて結構した。1万円ぐらいしました。わさわさ、はあ、髪の毛を抑えるときにだいたいかぶってますね、帽子は。帽子ファッションショー。続いてはこれはスライで買いました。ちょっとミスったことありますかね。これはちょっとね強めですね。そう、つばがちょっと広めです。これは6000円ぐらいだったと思います。でもあんまりこれ最近ね趣味じゃなくてね、かぶんないこれはね似合う服が最近なんかなくて、とりあえず撮ってるけど、はい、これはですね、次のやつはこれ冬用なんですよ。裏がボアで、もうこれはそろそろね寒くないので引っ込めたいと思ってます。あったかいんですけど、でももうあったかくなくていいからちょっとしまおうかなと思ってます。
しまう予定、そろそろこの帽子は。あとちょっとちっちゃいんですよ、私の頭が大きいのかこの帽子がちっちゃいのかよくわかんないけど、以上、私の化け葉ファッションショーでした。イエーイ。続きまして、キャップゾーンです。これも見せたことあるかもしれない。最近キャップ全然かぶんないんですよね。ちょっとスポーティーになりますよね。ナイキの白のキャップです。でも最近かぶんな、本当にキャップ全然かぶんないです。なんでかわかんない、気分じゃない。テニス強そう、そのカジュアル。次は これはニューエラですね。ニューエラの青のキャップ。私ね、ナイキ大好きなんですよ。だからスニーカーもナイキ3足、どん3足な、何足か分かんないけど、ほとんどナイキです。これはニューエラです。このキャップはあおースポーティーになりますね。イエーイ。ストリート。ああ、この服とね、確かにマッチしてるかも。はい。キャップはね、結構捨てたから今2個しか持ってない。で、これ
そろそろしまおうと思ってるんだけど。そろそろっていうかもう使わないね、これからの季節は。これはニット帽、もうこのこれね、冬の間ずっとこれかぶってた。ちょっと洗濯して干して直そうと思う。ニット帽、これはねどんぐり、もうずっと移動中ずっとこの帽子かぶってたな。どんぶりになってた。さすがに暑いよね。ミート帽似合う、本当嬉しい。で、暖かかったからずっとこれだった。そうです。で、これはファンの方にいただいたものですね。これ待って、これこれなんかこんなにちっちゃかったっけ。これは見えない、たまにかぶってた。待って、なんか私毛量増えたかな。かぶれなくなった。頭って大きくなる、分かんない。あ、一回洗濯したから、え、縮んだんかな、縮んだのかも。最悪。でーす、帽子コレクション。あ、あと一つちょっと普段使わないやつ。普段使わないけど、テーマパークとかに行くとね、かぶる。これはね、冬とかの間ですよね。USJ でかぶってたやつ。これね、前から見るより後ろから見た方がね可愛いんですよ。後ろにクマがいるの分かる？これこう見てたらさ、何のなんかモフモフかぶってるなーってなるじゃん。後ろにクマちゃんが、いるんですよ。というわけで、これはね、ちょっと暖かい
帽子なので、クマ死んでないですね。クマ死んでないです。秋とかね、冬がね使えるんじゃないかなと思います。秋冬での、ユニバでかぶりたい帽子かな。クマ、クマコジ。でもね、ベレー帽欲しいよね、秋。この秋はベレー帽をかぶりたいです。え、もしかしてこうやってかぶるんかな。被り方わかんない。こう、でもさ、なんかボリュームすごくない？こっちに来たら こんなもんですか。後ろ、さっきのが正しいよね。これが後ろだよね、さすがに。こうよね。え、こうじゃない？多分こっちが正解よね。多分こう。はい、というわけでベレー帽が秋は欲しいです。で、夏はもうこれ以上帽子は増やせないように気をつけます。という、たまに開催される帽子ファッションショーでした。ご覧いただきありがとうございました。夏は帽子はね、麦わら帽はね結局捨てるんで買わなくて、バキ派だったら結構使い勝手がいいので、バキ派をねまたね買っちゃいそうですね。そう、あとね、キャスケットが今ちょっと欲しいかもしれない。はい、はー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 い。
帽子ほとんど買ったことないけどサイズ展開あるの？え、うん、だいたいフリーじゃないかな。帽子、最近の可愛い帽子知らない。帽子、帽子欲しい、もっといっぱい欲しい。いやね、私ね今これを狙ってるんですよ。このこれ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 、この指原莉乃さんがとか、トゥワイスの皆さんとか、ルセラフィムの宮脇さくらさんとかが被ってる。これをねちょっと狙ってて、そこまで値段も高くないんですよ。4,290円。バザールってやつ。でも迷ってる、どうしようか迷ってる。なんかね、この被った時のここがねなんか不快らしくて、なんか小顔効果みたいな。これ迷ってる、どうしようか、買うかどうか。ベージュを買おうか、ベージュを買うか買わぬか。わつわつでのベージュ開けよう。なんかな、ネットで帽子買ったことないんだよね。だからねちょっとねずっと迷ってるんだよね、迷ってるんだよね。え、これめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。キャスケット、ああ、なんか帽子が欲しくなってくる。え、かわいい、いいなあ。待って、ね、見てたら秋吉志保さん、秋吉優香さんでした。 HKT の。かわいい、かわちょい、歌唱力で。そうですね、秋吉ゆかさん、すいません、ゆうかさんじゃない、ゆかさん、失礼いたしました。秋吉ゆかさん、ゆかさんはね
歌唱力で一緒になったことがあって、なんかお話をちょっとしました。多分選曲するなんか曲の趣味が一緒だと思うみたいな話しかけてもらいまして、それで、あ、わかりますって言って、確かになんか同じよう、同じなんかアーティストさんの曲選ぶこと多いですよねって言って、合うと思いますよ、思いますよってで今もさ、あのさ、その帽子かわいいと思ってさ見たのがさ秋吉さんだったんですよ。だから多分趣味がもしかしたら合うのかもしれない。そんな気がする。めっちゃなんか、あ、そうそう、好み好み好みが似てるような気がします。かわいい、この帽子めっちゃかわいい。この2つかわいいなんか友達に見せるみたいに、え、これかわいいんだけどみたいなこの2つかわいい、これは買うか迷うね。え、めっちゃ可愛いこれも。え、ちょっと待って、顔、え、待って欲しいものがいっぱいある。え、ちょっとなんか、なんかみんな友達代わりになってもらってもいいですか今ちょっとあの友達代わりになっていただいて、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、これもポール&ジョーのこの、待って、この帽子もめっちゃ可愛いんだけど、本当にあの可愛いなって思う。どうしよう、え、なんかさ帽子欲しいんだけどさ、欲しいものいっぱいありすぎてさ、なんか全部は買えないじゃないですか。だからさね、え、買えないじゃん。で、ミカコ、ミカコどう思う、ミカコねえ、しおりとかさ、さゆりとかどう思う。え、しおりさゆりどう思う、まずそこから聞きたいあのしおりさゆりの意見を聞いて、あの最終的にあのみかこの意見聞きたい。みかこ本当にあのセンスがいいから、うん、しおり的には麦わら帽子一つ、そうよね、なんかやっぱ麦わら帽子買おうかな。やっぱ可愛いなね、帽子はね一個買い始めたらね止まんなくなるんだよね、あれもこれもってなって。かわちい、
このさ、前で結ぶやつも可愛いの。皆さんちょっと勘違いしないでください。皆さんにお願いしてるわけではなくって、本当にあのしおりさゆり役としてしおりさゆりみかこ役としてちょっとあの一緒に適当に可愛いねって言ってほしかっただけなので、すいません。本当になんかこういうものなんですよ、女子の会話って、はい、こういうものなんですよ多分、おそらくそうそう、私の中でなんかまあある程度こういうものを買おうかなっていうのはあるんですけど、でもさ、なんかそのお話が終わっちゃわない？え、これも可愛いね、あれも可愛いねって なってさ、なんか、あ、そうだね、で結局どれが一番欲しいのってなって、まあこれは欲しいんだけどこれも可愛いじゃんっていう話をしないとさ、話が終わっちゃうよねそうなんですよ。そうそうそう、だからまあガールズトークはこんなもんですよねはい、そうです、うんそう、そうそうそう、まずはね、あの結論じゃないんですよ。そうそうそう、例えばですね、まあ一緒に、じゃあ私、ちょっと待って、私と一緒にお買い物をしに行くっていうことでちょっと考えてみて、想像してみて、じゃあ今から私があのちょっとクイズを出しますね。どっちが正解かっていう、嬉しい嬉しい、ショッピングモール久々にやってきちゃった。楽しい。パフェ食べたいかも。いちごのパフェ。いちごのパフェはあれ食べたいかもしれない。でも、でもなんかご飯食べるって言ってたから、どうしようかな。でもなんか。あのチーズケーキも食べたいかもしれない。あそこのチーズケーキも食べたいかもしれない。どうしようどうしよう。で、どうした方がいいと思います？どうした方がいいと思う？どうしたらいいと思う？は
はい、これクイズです。私的に正解はですね、ご飯を食べてからパフェやチーズケーキ、何を食べるかを決めよう。まずはお昼ご飯を食べてからお昼ご飯を食べてから、そのアイスが食べたくなるかもしれないし、パフェが食べたくなるかもしれないし、チーズケーキが食べたくなるかもしれないから、まずはお昼ご飯を、ね、しっかり食べてからにしようっていう ものでした。はい、正解。何を面倒だと言ってるんだ、何を面倒だと言ってるんだ。じゃあ続きまして、どうしようかな。よし、じゃあ行きますよ。わ、このお洋服かわいい。このシャツ1枚あると便利だと思うんだよね。オレンジとこのオレンジのシャツと、そうだな、水色のシャツだったらな、どっちがいいかな、悩むな。オレンジ、水色、迷うな。オレンジのシャツと水色のシャツ迷うな。うわ、私にとってちょっとアウトな返答を見つけましたちょっとアウト、アウトだった。バッチリなやつも見つけました。はい、じゃあまず正解を言いたいと思います正解を言いますね。はい、私、僕はこっちの方が似合うかなって思ったけど、でもこっちも似合うと、こっちもなんか好きだから、うーん、確かに悩む、迷うで OK ですそう、それで OK
そう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 共感共感そうそう、あ、正解の方いましたよ、すごい。ちなみに私がうんって思ったのは、両方買ったらですね、両方買ったら、両方買うのは今のところ考えてなくって、それは一緒に問題を最短ルートに行こうとしてるんですよ。だから一緒に問題をね考えてくれようというあれがないですね。誠意を感じない、誠意を感じないって思っちゃうかもしれない。そう、昔それ言ってキレられた誠意は2枚分買う金銭で補う、両方買ってくれるのかもしれない。あ、でも一番超絶ベストな答えは、もう殿堂入りの答えは、全部買ってあげるようですね全部買ってあげるから迷わなくていいじゃないですかそれじゃないですか多分はい、それはそうですね。究極、極論。まっていう、ちょっとね、私のめんどくさいバージョンの方のクイズでした。めんどくさいバージョンクイズ、めんどくさくないバージョンクイズもあるので大丈夫ですよ。これに正解された方、不正解された方、大丈夫です。じゃあ、簡単クイズを出したいと思います。次のね、簡単クイズです。はい、たくさん歩いて疲れちゃった。たくさん歩いて疲れちゃった。
おお。ちょっとなんかたまにスパルタの人がいるんだけど、ちょっとたまにスパルタがいる。これは簡単問題ですよ。じゃあいきますね。これはもう正解は正解はですね、でも休憩する系だったらもう何でも OK です。別に先は急いでなくて休憩する系だったら大丈夫。そうそうそう、NG 回答、あ、NG 回答はですね、NG 回答は、いやでもあともう少しだからとかじゃないですか。いやでもあともう少しだから、もうあの頑張れよじゃないかな。とりあえず一旦なんか休憩、一旦泊まろうかとかだったらもう何でも、一旦カフェとか一旦じゃあそこのベンチにとか、うんうん、私が嫌な回答はですね、何言ってんの、ねえ、ね、何言ってんのねえ、いやあと20分ちょっと我慢して歩いたら着くんだよ、何言ってんの、着くんだよねえ、みんな待ってるんですよ、みんなね、みんな待ってるんですね、みんな待ってるんだよ、うん、あのねこれね収録ね押してるんだよね、みんな待ってるんだよ、だから、まあ、疲れたとかでね言わなくて、あと20分ちょっとね頑張って歩けばいいんだよ。これ系ですね、あ、言われたことないですよ言われたことないです、言われたことない、全然そんな経験ないです。でも私はこのせかす系がね本当に嫌いですね。っていうクイズでした。まあでもね私もね時間押してるんだったらもう全然、あ、頑張ります急ぎますじゃあるんですけど、もしね友達とかだったらねちょっと一緒に、あ、じゃあ休憩するとかの優しい方がいいかなって私は思います。あんまりプライベートでスパルタはちょっとねーって感じです。お仕事だったらね私もね走りますって頑張るんですけどね、はい、てな感じで、アイコジークイズでございました。はい、
プライベートまでねスパルタになっちゃうとねちょっと休まりません。そうそうそう、男の人がもし疲れたって言ってたら何言ってんだ何言ってんだよ、もうちょっと頑張って歩きなよ、え自転車でも借りてもうちょっと頑張るんだよ、何お前のこと言ってんだよですかね。逆はして許されない。はい、では今日はこれで終わります。13位ウリンチャンソー、12位キヨー、11位ズミン、10位ブンちゃん、9位ダス、8位ジャボテンちゃん、7位シュージー、6位カタカナのタカさん、5位ソリオさん、4位ウミガメさん、3位クジマスさん、2位白袋さん、そして1位はガンちゃん、ガントッチャートさん、ありがとうございました。それでは明日土日楽しんでください。あばよー、ゆっくり寝ろよん、ゆっくり寝ろよん、たくさん寝ろよーバイバーイ、おやすみー。